どうも皆さんこんにちは、三浦です。ということで妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。あ、一応実写のチャンネルも僕上げてるんでよろしくお願いします。ということで今回なんですけども、今日からですね、あのオータムニャンボガシャっていうのが始まっているんですよ。これ前もなんかやったような気がするんですけど、これね、今日の朝ちょっと開いてすげえなと思ったのが、なんとですね、 3S ランクが確定で出てくるんですよ。まあ、正確には10連で3回目と6回目に10連した時に、この今出ているこの 3S ランク、その他にもまだ出てくる 3S ランクいるんですけど、必ず出てくるということで、もうここに出ている妖怪一体も持ってませんから。で、まあ、今回のガシャの中身なんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、確率はそんなに高くないんですけども、まあ、さっき言ったように3回目と6回目で確定で出てくるんで、で、まあ、こうして見るとですね、僕太陽神閻魔と暗黒神閻魔は持ってますね。それ以外の 3S ランクは持ってない。すげえ神々しい、輝いてる。じゃあ行きまーす。あ、ここに書いてあるね、1体以上確定、 3S ランク確定、まだあと3回って書いてある。おお、あ、 2S ランクも確定なんだね。いいじゃないですか。もう金食い姫とか持ってなかったんで、 2S ランクも何気に欲しい妖怪が何体かいる。いやー、めでてえなこれ。お、やば、全部金ってやばいね。これ全部金やばいな。おお、まあ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 、ここら辺の妖怪 S ランクはそんなにね。うん、なるほど。おい、うん、持ってるね。まあでも 2S ランクはね、技レベルが上がるだけでも。お、止まった、やば。あー、でもね、持ってるんだな。あれ、持ってないからこうなったんだよね。あれ、持ってると思ってたんだけどな。なんでだろう。よしよしよし。持ってない 2S ランクが出てきた。あれ、持ってると思ってたんだけどな、これ。なあ、なるほどね。うわ、でもこれ最低でも S ランクが出てくるからやばいね。やばいな。じゃあ2回目いきたいなと思います。2回目いけ。あー、全部金ってすげえ気持ちいい。すごい気持ちいい。おお、まあまあいいでしょう。まあ最近ちょっと S ランク使わないですから。おお、止まった。なんだこれ。おお、ロゼッタストーン持ってませんでした。いいね、いいね。 OKOK。 僕も結構半年間ぐらいね、あの妖怪ウォッチプニプニやってない期間があったんで、結構妖怪の面で弱かったんですけど、結構強いの揃ってきた。お、また止まったよ。あー、しかし S ランクか。S ランク、まあどういう技使うのか分かんないけど、多分使わないと思うな。さあ、お、結構止まるね俺。おお、いいじゃないですか。 2S ランク割るのに、いいね、いいね。結構僕の妖怪大辞典結構スキッパーですからね。結構空いてる。さあ次行こう。お、 2S ランクの閻魔大王出てきた。すごいね。お、なんかさ、 2S ランク出てくる確率結構高くない？もう3体出てきてるよ。あ、違う、3体じゃない、4体も出てきてる。やばやば。ちょっと待って。あ、次、まあこれ3回目なんで、次が 3S ランクが確定で出てくるんだ。次じゃあちょっと回そう。せーの。いやー、ちょっとね、太陽神閻魔と暗黒神を持ってるから、それ以外が出てきてほしいんだけどな。それ以外だと、あー、止まった。これかな、 3S ランク。おおなんか体型がおかしくない、なんかなんか可愛いんだけどこれ。
可愛いな、なんか体型が。なんか結構いい人そうだな、漆黒王に。おでも結構強そうだね、武器民族なんだ。豪傑じゃないっていう。さあ、お、いいねいいね。なるほど。漆黒鬼以外はちょっと寂しい感じになったな、3回目は。じゃあ4回目いきますか。4回目いこう。せーの。じゃあ開けていきますね。お、いいね、 2S ランク出てきた。ん、あーでも持ってるんだな、持ってるんだよな。うん、まあいいでしょ。ちょっと金食い姫が欲しいんだけどな、なかなか出てこないな。次行こう。これ、5回目、5回目かな、もしかして。そうだ、5回目だね。よし、5回目いけ。さあ、開けていきますよ。うん、おっ、あー、しかし結構使える妖怪だから技レベルマックスにしてたんだな。ダンドリーね。さあさあさあ、もうちょっとバチバチ開けていこう。あ、もう 2S ランク出てこないかな。あ、止まった。よし、なんだこれ、なんだろう。お、持ってなかった。いいねいいね。なんだろう、ちょっと技が分かんないんだけど、アイテムを落としやすくなるとかですかね。なんだろう、多分違うな。いいねいいね。さあ次行こう。なんだこれ、あ、止まる。黒いジマニャンって覚醒がいたんだ。知らなかった。これ覚醒じゃない方を持ってたけど、覚醒がいたんだね。すげえすげえな。じゃあ覚醒黒いジマニャンがいるっていうことは、覚醒のコマさんもいるってことでね。黒い、いいねいいね。ってことで 2S ランクが3体か。いいね。お、で次が 3S ランク確定。よし、せーの。さあいきます。ちょっとこれで結構いい妖怪出したいな。あ、ダンドリーね。ダンドリーよく出るな。お、これだ、絶対これ。なんだろう、おー来た、2体目の極妖怪。いいね、めっちゃ強そうだな。もう 3S ラックは出てこないか、どうだろう。あ、止まった。おー来た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 、結構いいぞ、結構いいぞ。マカがゲットできた。よっしゃ。ネタバレリーナでも欲しいかな。ネタバレリーナちょっと欲しいかもしれないな。どうしようかな。もう6回全部回しちゃったけど、ちょっと追加で回そうかな。うん、まあこれはいいでしょ。ちょっと、あー、やっぱあれだね、もう 3S ランクの確定は9回目とかはもう無理なんだね。あ、やっぱ3回ごとじゃないんだな。なるほど。 3S ランクが出てくる確率が 3% なんで、そんなに低いわけじゃないんですよね。ネタバレリーナ欲しいしな。あ、違う、僕が今 3S ランク持ってないのが、あとネタバレリーナと時空神閻魔なんで、確率 1% もないですね、足しても。そっか、あんま確率良くないな。でももうちょっとだけ回そうかな。じゃあ、あと1回だけ、あと1回だけちょっと回そう。
ごめん、やっぱ嘘。あと3回、30連します。そうすると手持ちのニャンボコインを全部使い切ることができる。ね。ちょっとこの30連でもう1体出てきてくれたら嬉しいなと思うけどな。よし、じゃあちょっと開けていきますか。ちょっとガンガン開けていこう。お、止まった。なんだろう。おー、出てきた。フクロウが出てきた。いいね、いいね。あー、プラチナ鬼出てきたね。あ、でもプラチナ鬼技レベルマックスにしてなかったんだ俺。あ、マカ出てきた。マカ出てきた。 3S ランク。うわー、でもこいつじゃないんだよ。うわー、ネタバレリーナ欲しいんだけどな。あ、これは黒いジマニャ。お、止まった。あ、こんなのもいたんだね。トレジャーコマさん、グレートが飛び出してきた。わ、かわいい。こんなにかわいいのに 2S ランクなんだ。すげえな。さあ、いいぞ。お、あ、しかし持ってたね。持って、おお、やば。漆黒王に2体目が出てきた。イエーイ、すげえな、この確率。やばいな。やばいな、3S ランク。ただ持っていない 3S ランクを当てるっていうのは結構難しいよね。さあ、じゃあこれ最後回しますね。これでネタバレリーナ出てきてくれたら嬉しいんだけどな。まあ時空深淵魔でもいいんですけどね。お、止まった。でも 2S ランクの方かもしれない。なんだろう。なるほど、まあこいつはいいや。これはいいや。ちょっと、お、うん、結構いい妖怪だけど。おー、すげー出てくんな。 3S ランクすげー出てくんな。確率 3% やばい。うわ、もう出てこないかこれ。はい、あー、まあ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 、でも今回ネタバレリーナ出てきてくれたらね、結構最高だったけど、まあでも結構 3S ランク出てきたでしょう。何体出てきたんだろう。まあちょっと編集の段階でちょっと確認しますけどね。ちょっとこれ以上回すと僕ちょっとドツボにはまりそうなんで、まあこれで終わりにしようかな。僕の 3S ランク、 Z ランクもいますけどね、リーネ。結構いい感じになってきたね。うん、3S ランク。極妖怪がまだ、そう、リンネ入れて2体しかいないから、まあこんな感じかな。あ、いるじゃん、コマ。黒いコマさんいたわ、ここに。普通に出してたね。もうこんな感じか。はい、ということで結構ね、強い妖怪揃ってきたんで、僕もこのランキングとかでね、あの強い妖怪とかゲットできるように、まあ上手くなりたい。そうなんですね。ランキングで、全国ランキングで5000まで入らないと、まあ大抵こう強い妖怪ゲットできないんですよね。まあランキング結構難しい。はい、ということで、オータムニャンボーガシャだったっけを回していきました。これいつまでやってんだろう。10月4日だね。うん。もう新しいイベント始まってると思いますけど、結構 3S ランク出てきやすいんで、回してみるといいんじゃないかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そして実写チャンネルもよろしくお願いします。